ZIPFM スタートアップ N ノータブルゲストのコーナーです。 このコーナーでは毎回さまざまな業種の中からお一人ゲストに来てもらいお仕事やプライベートこの先の未来についていろんなお話をお伺いしていきます今夜のゲストは浜松シリーズということで、えー、前々回ぐらいですねあのご出演いただいた浜松の起業家の皆様からもう浜松で一番熱い起業家は下村さんだということで早速ご紹介していきたいと思います株式会社マジックシールズ下村博さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします よろししくお願いします下村さん、あの会社名、非常にユニークなマジックシールズという名前ですけれども、はい、現在、どのようなお仕事をされてらっしゃるのか、教えていただけますか、はい、あの私たち、ですね世界の、まあ、事故とか暴力による怪我を、まあ、全部なくそうという,う,いう志で建てた会社で、まああの、皆さんを守る魔法の盾という意味を含めたあ社名になっています。で今、取り組んでいるのは、ですね高齢者の転倒による骨折でして。 実はすごい社会課題になってるんですね。うんえー、日本で毎年100万人の方が転倒骨折設して、えー、介護になったりなくなったりしていますで。これをですね、防ぐために、転んだ時だけ柔らかくなる床、転ヤワというものを、まあ、開発販売していますえ。転やわ、転んだ時だけ柔らかいということは、はい、その床は普段歩いている時は普通に歩けるんですかそうですね。 あの歩くだけじゃなくて電動ベッドとか車椅子でも問題ないぐらいの硬さを普段は持っています。本当にまさに魔法の床ですね。<laughs> <laughs> なんかコロヤワというネーミングも可愛いですが、こう名前の由来ってあるんですか？あのまあコんだ時だけヤワ<あ> <laughs> <laughs>。そのままでした。でもわかりやすいですね。<laughs> <laughs> はい。えこのそのコロヤワという床をその開発 するきっかけになられた下村さんのこう背景とかあれば教えていただけますかもともと私、人を守るっていう観点で、まあ、いろんな発明活動みたいなのをプライベートでやってたんですけど、グロービス経営大学院というところで、まあ、共同創業者の杉浦と出会いまして、はい、彼は理学療法士で、病院で、えー、まあ10年ぐらいにわたってです、ね、伝統骨折された方のリハビリをやっていたんですね。 病院の中です,あのすごい、えー、問題になっていて、世の中全体で見てもあのすごい急増してると、実は2000年以降2倍にその転倒骨折者って増えてまして、これ、うん、はすぐなんとかって打たないといかんっていう、えー、話をしまして、でその時あの、実は私の祖母もそうだったことを思い出してですね、はい、あのテン骨折から寝たきりになって、まあ、うちの祖母も最後こう、天井を見上げながらですね、うん、早く死にたいとかってこう言いながら死んでたんです。 こういう方がもう今現在でもですね30秒に1人、転倒骨折起きてて、はい、これをなんとかしたいねということで、ま、ずと一緒に始めましたうんあじゃあ企業の背景は、ね、おばあ様のこともありながらあとその学友である、グロビスの学友である方が理学療法士ということはまさに介護施設の現場でたくさんの高齢者の方を見てらっしゃったということですよね。 総合病院ですね。あ失礼しました。病院で、ええー、まあ、リハビリをたくさんや。っている。なるほどですね。そんなに、その転倒する方が増えた背景とかってあるんですかね。あの超高齢社会で。はい。まあ、長生きする方増えたので。はい。うん。 なるほど、まあ圧倒的に高齢者の人口が増えて転ぶ方も増えたってことです。そうですね。なるほど。なんか、うん、あのそうなんですよ。もうたまたまですけど、私の父もやっぱりあのリハビリを受けていた背景があったんですけど、うん、あのおっしゃる通り一度その転んで骨折して寝たきりになってしまうと一気に認知症が加速すると。うん、そうですね。なのでいかにこう。 ね、人生最後までこう歩いて元気に、あと、例えば寝たきりと言わんとしても歩けなくてもちょっと座るという行為だけでもずいぶん人間のこう幸福度を上げるみたいな話を聞いたことがあったのでじゃあその、転んでも柔らかいコロやわという床は、うん、あの実際はどういう施設でどんなふうに使われているんですか今あの病院とか高齢者施設ですね、はい のまあ、いろんなところで、えー、使われ、始めてま、はい、<れ>いますこれ例えば一般的に、うん、私の,そのじゃ両親が住む実家のリフォームの時にこのコロヤを買ってみたいというようなこう、うん、一般消費者でも導入することって可能なんですか、うん、はいあの。お問い合わせいただければ。れば <laughs> 直接それはマジックシールドさんにシールドさんに聞けば、ホームページからそのお問い合わせフォーム。 あのありますので、はいはいあの一般の方からもいろいろお問い合わせはあの現在も来ています。なるほどですね。うん、あの施設関係施設だけではなく個人の方でもお問い合わせできるということですね。そうですね。はいその今のあの島村さんのお仕事で面白いところはどんなところでいらっしゃいます？あのやっぱりあの転んで骨折してしまうことを防げる。 それ,からまあそれが怖くて、あのもうベッドから降りれなくなって、うん、で一気に体が弱ってしまうみたいな人がまあ動けるようになるっていうところですよね。あとその、まあ、高齢者本人だけでなくて、その看護師とか介護士とかご家族も、転ばせないためにものすごい労力を使ってますので、まあ、そういった方々もあのまあ喜んでくれてまして、まあ、そういったところがまあ嬉しいですね。うん この床、そのすごいもう本当にマジックみたいな床ですけどもあの開発秘話としてたくさん実験とかされたんですかそうですねもうあのもう何百回何千回かわかんないですけど数数えてないんであの、まあ、当然自分自身でもたくさん転びながら、うん、あのもちろん比かのためにフローリングとかですね、えー、コンクリートのために転んでみながら。う <laughs> 今自分自身そうなんか足をびっこり引くようなこともありましたけど。うん、なるほどですね。うん、このじゃあ、転山の,の床はやっぱ特殊素材っていうのがこう特許だったりとか、なんていうんですか素材というよりもあの構造体が特殊でして、うんはい、素材だけではこういった特性出せないんですね。特殊な構造体でこのそういった特性を出すってあのメカニカルメタマテリアル。 っていう研究ジャンルがありましてそういった概念も応用しながら、えー、やっております。であともう一つが <laughs> 私がヤマハ時代に、はいえー、思いっきり飛ぶバイクの設計を主にやってましてどれぐらい飛ぶかというと、はいまあ、フランスの凱旋門に飛び乗ったりします。うんうん でえっと、そこのバイクの設計で培ったそのバイクと地面がぶつかったときにどう潰れるかとかですね、うん、人間をけがせさせないためにバイクをどう変形させるかとかですね、えそういった技術を応用して、今、ゆかをイノベートししようとしてますあのヤマハさんのバイクは、あの下村さん、開発に携わってらっしゃったんですね、それはすごい。拝見したことあるんでそそもそも 衝突をなんか衝突衝撃を吸収するんですか？バイクですか？そうそうそうです,あす。そうですそうです。あと潰し方も大事で危険でない潰し方。うん、あの当然事故はたくさん起きるので、はい、あのその時にあの,あの人に怪我させないように潰すとかですね。うんうんうん。はい。いうことをやってます。そんな技術が応用されて、うん、あのコロヤバの発売にいったってことですね。うん、はい。 ジップ FM スタートアップ N 引き続きノータブルゲストは株式会社マジックシールズ下村博さんです。ここからはプライベートなお話も交えてお聞きしていこうと思います。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、下村さんねご出身はあの横浜ということで、はい、どういうご縁で浜松にいらっしゃったんですか。あの大学院を卒業して浜、はい、松同期に就職したタイミングで引っ越してきました。はい なるほど、じゃあ,あの横浜でじゃあ幼少期はお育ちになられたっていうことでいいですかねはいはい子どもの頃どんなお子様でいらっしゃったんですかうーん、まあ、結構あの理系っぽいというかまあ科学雑誌とか好きでよく読んでましたしいろいろ工作とかもやってましたね <laughs> じゃあじゃあ優秀なお子さんんだったんですね優秀かどうかわかんないですけど <laughs> まあ,あの物作るのは小さい頃から好きでまあいろんなも作ったりはしてました、うん 何かかかこう影響とかあったんですものづくりとかその、ね、ニュートンという雑誌を読んでらっしゃったという,というようなことを事前にアンケートで拝見してますけど、うん、あそれはまあ,あの親があの定期と得してくれたイベントでしょうねと当時でいうとあのあのアニメの「ガンダム」とか「はい、の時代ねすごく流行ったんで、まあ、そういうのを見ながらロボットとかあ工作とかですねうん、うん、ういろいろや じゃあ、そのまま大学院までそういう研究者として。うん、そうですね、大学の時はロボットの研究をしてましたままさにまさにになんですね、はい、じゃあ、もうまさにあれですよね、あの今はまあロボットを作ってらっしゃるわけではないですけれども、まあ、ある意味、夢が叶ったというのに近い感じで、起業家としてもその床の開発されていらっしゃるということで。 そうですねまああのよりその人を助けるみたいなところに重きを置いたものづくりに移っている感じですかねうん、うん、じゃあ結構順調にご自身の意思と合わせて今まで来られてらっしゃるっていう感じかな、うん、はい <laughs> はいあのちなみに学生時代とかスポーツとかアルバイトとか何かされてらっしゃったんですか あんまりしてなくても、まあ、アルバイトとかいろいろありましたけど <laughs> あの、まあ、バイクレースとか、まあ、ロッククライミングとかは、はい、あのやってましたね昔は、うん、じゃバイクオンロードオフロードオフロードですねオフロードですか、うん、それ結構静岡とかではできる場所とかあったりそうですね静岡は比較的恵まれていますね <laughs> あの天竜川とかねあ天竜川、うんうん でも、本当にね、あの静岡県で、なんか横に長くて、でも、それぞれの地域色もありながら、なんか豊かなところですよね。そうですね。はい、じゃあ、横浜から、そして静岡にね、ヤマハさんのご縁もあって。そして、また、企業も含めて、今、浜松で事業やってらっしゃるということですね。はい。 はい、ちょっとまたあのプライベートのお話からお仕事の話に戻っていきたいと思うんですがあの下村さん、今のまあ業界どちらかというと医療、介護の,あの事業体の方々とのお仕事が多い印象を受けたんですが今後、ですね、他の業種の方と組むなら、まあ、こういう領域とも組んでいきたいというような,なんか希望とかお考えとかあれば教えてくださいそうですね、あのまあ、近しいところだとやっぱり建築とか建材環境か方々。うん ですし、あともう一歩行くと IoT のところですねビッグデータで AI 分析みたいなところも取り込んでいきますなるほどそれ以外にこうなんかちょっとエンタメ系の領域なんかも今検討されてらっしゃるご様子なんですそうですねいわゆるエクストリームスポーツとか、はい、サーカスとか、うんまあ、結構こう人間が激しく動いて、まあ、時にあの 転んだりとか、ランプしたりするようなものは、大体、あの、対象になりますね。あ、それこそ、なですか、ね。ボルダリングとかもそうですよね。そうですね。ボルダリングも、場合によってはいう、かと思います。なんか、今、あの、名古屋の、あの、私。名護のキャンパスという、名古屋駅から徒歩、八分ほどの、うん、はい、そこで、いつもお仕事してるんですが。沿寺商店街という古い商店街の中にもですね、ボルダリングの施設ができまして。 行、えー、ったことあります。知ってた <laughs> なんかあそこのあそこ落ちてもふわふわの下になんかマットが引いてあるじゃないですか。そうですね、むしろあそこに落ちるのが楽しいみたいなのもあったりしますけど、なんか最初は落ちていたかったらどうしようっていう恐怖感に苛いまれてましたけどね。<laughs> うんうん、なんかそういうじゃあスポーツとかエンタメの領域でもまだまだね広がる可能性多くて楽しそうですよね。そうですね。まあ、僕自身クライミングとかボルダリングもかなりやってたので、まあ、その辺の あのまあ、用途もある程度想像していますし、ほ、ま、か、あ、だと、チアリーディングとか、柔道みたいな、人が激しく倒れるようなものも、まあ、やっていきたいなと思いますなるほど、じゃあまだまだ、ね、可能性は広がりますが、うん、今後、こんなことをやってみたいというお考えとか、計画、ありますかあの先ほどちょっと申し上げましたけど、IoT 入れて、はいあの、人の動きとか、まあ、看護師、介護士の動きをとってですね、 えー、事業体の経営改善まで踏み込んだところを提供していいきたいですじゃあさらにこうデータを取得して、よりそのデータに基づいたエビデンスドベースと呼ばれる領域かと思いますけれども、そこでさらなるこう商品開発とか、あの業務改善、経営改善にまでそうですね、はいあのー、今、転ばせないための業務ってたくさんある <で>はい、属人的にそのいろんなことが行われているところに対して、まあ、床のセンシングによって人の動きだったり、えー、建物全体の効率化みたいなのがやっていけますのでそういったところまで取り組んでいいきたいなと思ってます、ね、AI の、ね、画像診断の能力もだいぶ上がりましたから、まあ、すす可能性広が広りそそううでででいいすですねねもう一つはあの今毎年100万人の方がテントを骨折していますので。はい これの1000人や1万人減らしても全然効果が薄くて、うん、<laughs> ちゃんと100万人をゼロにできるようにあのしていきたいなとでこれもまた10年かかって100万人だとその間に1000万人ぐらい接しちゃいますので、うんでこれをいかに短期間で数年でゼロにしていけるかっていう取り組みをしています まさに社会課題解決を目指す社会インパクトを目標に掲げていらっしゃるスタートアップ企業さんですね。そうですね。はい、ありがとうございます。えー、それでは最後に ZIPFM を聞いているリスナーの皆さんに改めて会社や事業の PR メッセージをお願いします。はい、あの高齢者の転倒骨折本当に増えてますし、その社会的負担も大きいです。大体骨折だけでも年間ですね2兆円の税金が使われていると。 言われてまして、これをですね一刻も早くゼロにしていって、まあ怪我で悲しむ人とかですね、家族も減らしていきたいですし、まあこれからの時代を作っていく僕たちの世代皆さんと一緒にですね、えー、希望の持てる未来を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。もうまさに <laughs> 高齢化社会のね社会問題である医療高高齢。 医療医療費のね高額とか医療費の減減税にもつながるといいですねはい、はい、ありがとうございましたというわけで今日のノータブルゲスト株式会社マジックシールズ下村博さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました